光悦ガールは宮城綾子による小説シリーズ。第一作は2014年3月14日に角川から出版された。2016年10月から12月まで日本テレビ系でテレビドラマ化された。2017年9月20日にスペシャルドラマ、地味にすごい。デラックス光悦ガール、河野悦子として放送された。河野悦子は、 ファッション雑誌の編集者になることを夢見て、大手出版社に就職するが、校越部に配属される。校越とは、文書や原稿などの内容の誤りや不備な点を直し、訂正すること。発行元はすべて角川。なお、中島博のナレーションで、オーディブルにて、データ配信で全巻が、オーディオブック化されている。地味にすごい。校越がある、河野悦子のタイトルで、 日本テレビ系、水曜ドラマは国て2016年10月5日から12月7日まで放送された。主演は石原さとみ。スペシャルドラマ、地味にすごい。デラックス光悦がある、河野悦子として2017年9月20日に放送された。デラックスではシリーズから1年後のストーリーとなるほか、新たなキャストとして木村よしの佐野雛子が加わる。 公越監修は、公越専門会社、カモメライドの代表、八木下京平が担当した。連続ドラマスペシャル、地味にすごい。公越がある、河野悦子、がいない、水曜日のタイトルで、2016年11月30日から、フールーで、全3話で配信された。石原さとみが演じる、河野悦子のいない公越部の様子を描いている。キャスト地味にすごい。 高越がある、河野悦子に関するカテゴリー、地味にすごい。高越がある、河野悦子がいない水曜日に関するカテゴリー、地味にすごい。デラックス高越がある、河野悦子に関するカテゴリー、ありがとうございます。